ラングベーデルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ヌフェルデン軍に、属す、町村である。町名は、町内南東部の集落に由来する。ラングベーデルは、ミッテルベーザー北部、ブレーメン大都市圏の南東部に位置する。北緯53度の井戸線が町内を通っている。アインハイツゲマインデとしてのラングベーデル町は1972年に、以下の村落が合併して成立した。 これにより、ラングベーデルは、ベーザー川北部の広い範囲を包含することとなった。この地域は、フェルデンからラングベーデルや、アヒムを経て、ブレーメンに至る広い住宅密集地域の一部となっている。ハーバーローを除くすべての旧村落にはそれぞれ、地区議会と地区長が設けられており、各地区住民の利益を代表している。ラングベーデルの集落は1226年に、 初めて文献上に記録されている。フェルデン皇寮とブレーメン大司教寮とを結ぶ、軍事、公易街道上の戦略上重要な地点に1250年頃に村が建設された。集落の入り口にあったラングベーデル城は1222年頃に、ブレーメン大司教ゲルハルト2世によって、初めは、水木として建設されたが、その後簡単なく増改築が繰り返された。 30年戦争後、1648年に、この城は、スウェーデンのものとなった。1675年から1676年に、かけてのスウェーデン・ブランデンブルク戦争では、新生ローマ帝国諸侯とデンマークとの連合軍が、ラングベーデル周辺のスウェーデン支配地域を占領し、1679年の終戦まで、その支配下に置かれた。 1679年のサンジェルマン条約で、ラングベーデルは再びスウェーデン領と認められ、1712年までプロテスタントのスウェーデン統治下に置かれた。城は1679年にミュンスターの兵士らによって取り壊されたとされるが、これは他の記録とは一致しない。1770年頃のハノーファー選定工領の地図にこの町の防衛施設が描かれているからである。 廃墟となるまで完全に破壊されたのはおそらく1866年以降のプロイセン王国領時代であったと推測されている。1906年まで上司には粉引きを制御としたレイボック家の風車があった。1946年以降、ここにはブルクバート・ラングベーデルという屋外プールが作られている。この施設は2006年から2007年に 町が高額の投資を行って近代化がなされた。この集落は中世からすでにフレッケンと呼ばれていた。つまり市場の開催。この町が単一自治体の一部となったのは1972年である。当時この町の人口はすでに独立した自治体となっていたエーテルゼンの半分程度しかない。合併存落中最も小さな存落の一つであったにもかかわらず、 合併後の単一自治体名としてこの町の名前が採用された。町議会は26人の議員と町長で構成される。前町長のアンドレイアス・マットフェルトは2009年の連邦議会議員選挙に当選し、町長を辞任した。この町の町長選挙は2010年2月14日に予定されている。ラングベーデルの紋章は1978年4月18日に、 長議会で採択された。ズ柄ガラ、緑地で、基部は、波形の銀字。下部は6つの突部を持つ銀の強壁で、アーチ状の門が開いている。その上はギーベルブレッターで、先端は互いに外を向いた馬の頭部がかたどられている。ベーザー川沿いの町、ラングベーデルは、フェルデン郡の2つの都市の間に位置する。ラングベーデル地区やダフェルデン地区は、 郡庁所在地のフェルデン志向となり、エーテルゼン地区をはじめとする西部では、アヒム寄りとなる傾向がある。ラングベーデルには、幼稚園、学校、スポーツ施設、ビーニやサービス機関がある。この他に、施工業の家族経営の会社もある。大規模なガフェルデン産業地域は、アウトバーンの横にある。ラングベーデルは、ブレーメンから南東に向かう交通軸上に位置する。 ベーザー川を遡ると、ハノーファーを経て、最終的には、南ドイツにまで至る。また、町内を、鉄道の幹線が通り、これと平行にアウトバーンが走っている。船舶交通、編集ラングベーデルは、アラー川合流部とブレーメンの間のベーザー、中流域に面している。ベーザー中流域は、船舶の航行が可能で、現在ベーザー高門とアヒムイコールバーデンの間で、 大型モーター船舶のための拡張工事が行われている。水運会社、フロッテベーザーの客船はほぼ年中ダフェルデンの運河橋横の道路交通、編集サービスエリア、ラングベーデル北とラングベーデル南を備えたアウトバーン A27 号線も街の近くを通っている。このサービスエリアには流出ランプを有しており、この街に直接入ることができる。 アウトバーン A27 号線の正式なインターチェンジの建設がもうすぐ始まる。ラングベーデル駅鉄道、編集鉄道ハノーファーブレーメン線がラングベーデルと近隣市町村とを結んでいる。駅はラングベーデルとエーテルゼンにある。もう一つの鉄道路線ユルゼン・ラングベーデル線はユルゼンからゾルタウ及びラングベーデルを経由してブレーメンに至る。 このアメリカ線と呼ばれた路線を通って、ベルリンからの難民が、ベーザー港にたどり着いた。公共旅客交通、編集隣接する都市である、アヒムやフェルデンには速やかに到達することができる。また、計画進行中のブレーメンスバーンへも組み込まれる、ことになっている。路線バスは、町内や近隣町村への足を提供している。最寄りの病院は、フェルデンとアヒムを、 所在地とするアラーベーザー病院、ブレーメンのいくつかの病院、ローテンブルクのディアコニー病院である。保健医の救急医療に関し、ラングベーデル地区はフェルデン救急医療区に組み込まれた。町の西部は以前から愛無救急医療区に組み込まれている。救急活動は地元の病院が担っている。クルフェンハーゲンにはバルトハイム財団の転換。 精神障害者の生活施設がある。ラングベーデル地区やエーテルゼン地区には大きな老人ホーム、障害者用語ホームがある。ハーゲングリンデン地区には自閉症者のための施設がある。多くの住民の宗教はプロテスタントのルター派である。ダフェルデンとエーテルゼンにはルター派の組織があるが、町域の一部はフェルデンなど隣接する教会組織に属す箇所もある。 この町東部の集落のカトリック信者は、フェルデンの首席主催区、西部のカトリック信者は、聖マティアス教会に属す。この他に、エホバの証人、バプテスト教会、自由教会、イスラム教の信者もいる。これらの信者は、軍庁所在地のフェルデミア、アヒムで組織されている、宗教組織に属す。無宗教の住民も増えている。ありがとうございます。